こんにちは、岡田です。今日もよろしくお願いします。最近、男に追わせる女、追われる恋をする方法について話してます。前回、前々回と話したのは、男は恋愛の時バッと上がるけど、女性は徐々に徐々に上がっていくっていうこと。なので、このギャップをしっかり調整する必要がありますよって話したな。男性から見たら女性があんまり熱してないことをちゃんと思んばかれる。女性のこの気持ちを理解できる男が素敵な男やから、こういう男を選びましょうって話な。そして、男性にこのギャップ、私はまだあなたほど熱してませんよっていうのをちゃんと女性の気持ちを伝えることがめちゃくちゃ恋愛で大事っていう話をした。これがあるからこそ男は追ってくるんよ。女性がまだ熱してなかったら熱しさせれるように男が頑張るっていうことが必要やね。まあ、そういう話は前々回したから。そして前回は男は口説くプロセスが好きやから、このプロセスの重要さを女性が理解することがめちゃくちゃ大事やっていう話した。男があなたをゲットしたら、あなたというものをゲットしただけじゃなくて、あなたを得るために彼がプロセスを積むことがすごい重要で、プロセスに大きな力を費やせば費やした分だけ、あなたという報酬を得た時の喜びは倍増するって話をした。これが男に追わせる方法のめちゃくちゃ大事なとこやでな。具体的には2歩進んで3歩下がるっていう、この方法を伝えた。さあ、今日はこれで多分完結編になると思うけど、その続きを言います。男に追わせる女、追われる恋をする方法についての完結編です。さあ、行きましょう。そういう気を持つ。恋愛をするとさ、楽しいばかりにな、もう常にこっちに集中して時間と労力、エネルギーを費やしてしまうんよ。彼が素敵であればあるほど、あなたのタイプであればあるほど、ここをめっちゃ頑張って彼に費やしてまうねん。彼のことを気にしてしまって、彼に執着してしまいがちやねん。ここがちょっと良くなくてな、恋が始まりそうな時、あなたは常に引く勇気を持っとくことが大事やねん。ここをな、ちゃんと理解してないと、男に追わせる恋はできません。必ず好きな気持ちが出てきます。女性も男性もそうやねんけど、好きすぎて会いたい気持ちもできるし、好きになってもらいたいっていう気持ちも出るし、恋愛がうまくいってほしいと望むのはわかるんです。でもここであなたは常にこの引く勇気こそが彼が追いかける原動力になるから、必ずやで、あなたは必ずいつでも引ける勇気を持ちながら恋愛をしてください。なぜならな、なぜならやで、男かって常にそれを見てるんですよ。できるだけ少ない労力で大きな獲物を得ようとするのが男の差がや。だから女性がこっちを好きでいるというこっちの有利な点が見つかったら、男はこれを最大限利用しようとします。そして男はこっちがエネルギーを割かなくてもいいと思ったら、男はエネルギーを最小限にします。だから追いかけないんだよ。前回言ったように2歩進んで3歩下がる、この引く勇気だよな。この引くってやつはスペースのことやけど、いつでもこの恋愛は終わっていいって引く勇気を常に持っててください。これね、言うのは簡単やけど難しいの分かるよ。好きな気持ちが上回ってまうのは分かるけど、ここで引くことによって彼の気持ちはさらに上がる可能性が高いから。そして彼が引いているのにあなたが押していくと、彼の気持ちは必ず冷めます。男は追いかけたい気持ちはあるけども、追われるともう嫌やね。もう逃げたくなる。女性に追われることはみんな男好きやけれども、追われる女性にはこっちのエネルギーを使おうとはしない。だから彼に頑張らすためには、彼に追ってもらうためには、あなたは絶対に追いかけてはダメな。そこの引く勇気っていうのを常に持っておいてください。彼がどんな男かは関係ない。恋愛するんやったら女性はいい男と付き合いたいやん。タイプの男と恋愛したいやん。特に最近はアプリとか結婚相談所でも全部その条件で相手を判断しがちやねん。条件は最近見える化されてるからな。頭でっかちになりがちで、先にこの人がどんな男性か、条件どうか、学歴どうか、どんな仕事してるか、収入どうかとか、そういうのを恋愛相手の判断基準にしがちやねん。これはな、ほんまやめましょう。恋愛やねんから、あなたが幸せになるためやねんから、女性が幸せになるためにはもっと大事なもんがあるでしょってことやね。覚えといてや。価値のある男性は、彼がどんな男かであることは全然関係ないで。彼がどんな才能が持っていようが、彼がどんな経験をしていようが、彼がどんだけ素晴らしい容姿を持っていようが、こんなのは全然いい男かどうかには関係ありません。もう本当に覚えとってや。男の価値は、彼があなたに何をしてくれるかです。わかる？もう一回言うで。男の価値は、彼がどんな人かであるかじゃなくて、彼があなたにどんなことをしてくれるか、ここが一番大事やねん。お金持ちやってもあなたにお金を使わんかったらあかんねん。めっちゃ賢くてもあなたにマウント取ってくる男じゃあかんねん。めちゃくちゃ家族思いで男やってもあなたに対して優しくなかったらあかんの。条件がある程度判断基準になるのはわかるで。
でもな、彼がどんなことをあなたにしてくれるかを見ること、ここが一番大事な点やっていうことは肝に銘じておいてな。やらなきゃいけないと思わせる。男が女性を追いかけるためには、女性が男に追わせるためには、男が自分が頑張らないとこの女性が手に入らないと思った時だけやねん。その時だけ、その時のみやねん。ここをちゃんと分かっといて。だから男性が、俺がちょっと頑張れば、この素晴らしい女性が手に入るんじゃないかと思わすことが大事だよね。そしてその頑張りとは、彼が何をしてくれるかやねん、あなたに。だから、あなたは恋愛初期の段階で、彼があなたに対してどういうことをしてくれるかをはっきり見ること。彼があなたにどれだけ投資をするかを冷静に見てください。男性も女性もそうなんだけど、彼のプロフィールや経歴によってごまかされるねん。冷静な判断ができなくなっちゃって、なんかフィルターがかかっちゃうねんな。そうじゃなくて、冷静に彼があなたに何をしてくれるかだけをちゃんと見ること。そして彼があなたを幸せにしようと、喜ばせようと頑張ってくれたら、あなたは喜んであげることをちゃんと植え付けなあかんね。その上で、彼があなたを喜ばすために何をしてくれるのかをちゃんと見てください。わかった？やられたらやり返す。さあ、ここで今まで言った中で一番大事なことを総まとめにして言います。ちゃんとあなたは引く勇気を持って、彼が自分に対して何をしてくれるかを冷静に見るって言ったやろ。見たら、彼があなたにやったものと同じぐらいのものを返すね。彼があなたに報酬をしてくれたら、あなたは同じぐらいの報酬をしよう。彼があなたを喜ばそうとしてくれたら、あなたも彼を同じぐらい喜ばそうとしてあげよう。最初はそれでいいから。最初は女性が有利なんだ。前も言ったやろ、男性は恋愛の気持ちがバッと上がるんだ。あなたは徐々に上がっていくんだ。彼はそれで頑張るから。だって好きなもん負けよ。彼がバッと上がってるんだから、彼はあなたに最初に投資をしないといけないのよ。あなたは悠々待ってて、彼がしてくれたら返してあげて。例えば彼が金曜の夜12時にしか連絡してこないとかさ、直前まで連絡なくて明日会えるとか、そのギリギリで会う約束してくるとか、会ってすぐ飯食ってホテル行ってそのまますぐ帰るとかさ、そういうことがあるやつに、あなたから投資をする必要は一個もないの。しょっちゅうあなたを気遣って、あなたを大事にしてくれて、愛のあるメールや LINE をしてくれる人がおったら、あなたも愛のある LINE やメールを返してあげて。特に男は最小限の苦労で最大の報酬やね。だから、例えばエッチをしたいとか、キスをしたいとか、彼女からもらえるものだけもらうっていうクレクレマンがおるからな。それには絶対騙されないようにするためにも、彼がしてくれたと同じぐらいあなたも愛を返す。ここを守ってください。彼からの愛情を感じなかったら、彼に愛情なんかかける必要はありません。彼の愛情がだんだん減ってきたら、あなたの愛情もだんだん減らしてやってください。そして彼がちょっとステップアップしてきたら、あなたもステップアップしてあげたらいいのよ。僕は普段さ、夫婦関係とかパートナーシップのこと話すときに、まず自分からしましょうっていうね。まず自分からしましょうって言ってね。相手がしてからするんじゃなくて、まず自分からするしかないじゃないかって言ってるけど、これは長い間カップルやった人同士の関係で言うことでな。付き合い始めは作戦が変わってくるね、女性は。それはずるいわって思うかもしれんで、そんなこと全然ずるくないね。だってな、あなたは危険やねんから。男性は危険が少ないの。女性は危険がいっぱいやの。騙されるリスクは女性の方がはるかに大きいね。だから、冷静に男性を見る必要があるんです。そしてな、素敵な男性は女性が弱い立場で危険がたくさんある、リスクがたくさんあるってことはちゃんと分かってくれるから、出会い始めの頃に最初から女性に投資させようという男はもうろくなもんではないとちゃんと分かっておいてください。安心しといていいよ。最初にあなたの投資量、女性からの投資量が少ないからって言って、その女性に興味を持たない男性は間違いなく大したことのない男です。そう思ってさ、必ず最初は引く勇気を持っといて、彼がどういうふうに私に対して愛を示してくれるかをまず見るでいいから。で、見て、彼が素敵な男で愛を示してくれたら、あなたも愛を示してください。でも男性は最初にバッと上がるって言ってんか。だから最初に愛はちゃんと投資しおるね。みんなな、そこでな、冷静にならなあかんで、彼の愛がだんだん下がってきたら、あなたもちゃんとだんだん下げていくねんね。この基本をちゃんと守っておいてください。彼の愛が冷めてきたなと思ったら、あなたがだんだん愛情をかけなくなるやんか。するとだんだん会うペースが少なくなるな。その時にあなたは寂しいと思うけれども、あなたに対してもう一回会おうってアプローチをしてこない、あなたへの愛を増やさない男は、所詮あなたのことをそこまで好きじゃなかったんです。そこであなたがどんだけ頑張ったって、男はそこで努力はしないんです。女性から追われると、男は最小限の努力でその女性をゲットしようと思うからな。ここの行動パターンはほとんど変わらへんから、出会った時は冷静にあなたは男性の投資量をちゃんと見てください。わかった？これは恋愛が始まる時の一番重要なことと思っていいです。もう一回言うけど、なぜなら、
女性は弱いからです。女性はリスクがあるからです。男性と恋愛するときに男性と同じ立場じゃないんです。そこは素敵な男性であればあるほど理解してくれてるから、女性からの愛の表現が少ないからといって、それでその女性のことを嫌いになるような男はろくなもんではありません。最後に、はい、今日はこれぐらいで終わりますけど、とりあえずね、出会った時は気分が高ぶって彼のことを好きになってしまって、離れたくないと思いがちだけど、そこはしっかりいつでも冷静に引く勇気を持ちましょう。そして最近特に多いは、男性の経歴とか条件面にだけ目がいってしまいがちな女性がすごく増えてるから、そうじゃなくて、その男性があなたに何をしてくれるかっていうのを一番大事な条件に挙げてください。一番大事なのがそれやから、あなたが一番幸せになるのはそこが一番大事なんです。お金がたくさん欲しいから、お金持ちしか無理じゃないかと言って、その条件をすごく重要視する人おるけれども、めっちゃお金持ちでもお金使わない人いっぱいおるで。そのリスクもすごくあるから、女性が恋愛相手を選ぶときには、男性の条件面じゃなくて、あなたに何をしてくれるかっていうのを判断基準にする方が、はるかに女性が幸せになる可能性は高いです。条件面を気にするあまり、彼の行動を冷静に見れなくなるときがあります。もうお金持ちしか無理なのとかさ、学歴高い人しか無理なのとか、家柄いい人しか無理なのって本当にそれを思ってるんであれば、そういう条件の中から、そういう条件の人と付き合ってる中でも、その中でもあなたに何をしてくれるかを見てください。その基準を持ってないと、条件のフィルターがかかって冷静な判断力ができなくなるからな。はい、今日は本当にこれぐらいです。今日の話を参考にして、皆さん素敵な恋愛をしてください。じゃあ皆さん、明るく元気に、婚活も恋愛も夫婦関係もコミュニケーションもパートナーシップも全部頑張りましょう。じゃあね、バイバーイ。